い、というわけでね、うん、本日はですね、はい、こちらダーン、サザンカンフォート100プルーフ。そうなんですよ、100プルーフ。おー、こちらね、この前来ていただきました、視聴者さんにいただきましてね、うん、僕が大好きなリキュールなんですよ、はい、でその中で100プルーフってのはね、なかなか見つけられなくて、うん、持ってきてくださいましたので、うん、本日はこちらの味を見ていきたいと思います。はい、じゃあ今日も行ってみよう。というわけでちょっと説明しましょう。はい、まあ、サザンカンフォートね、1回とか2回ぐらい動画にしてますよね、うん、21度のやつと、はい、ブラックってやつね、40度、うん、40度のやつをねやっておりますが、まあもう一度ちょっとね、サザンカンフォートの歴史とかね、はい、話していこうかと思います。はい、はい、というわけでサザンカンフォート、まあリキュールの一種でございます。1874年のね、アメリカのニューオーリンズで作られたリキュールでございますよ。あのね、バーテンダーが作ってたんですよね、うん、はい、ウイスキーとオレンジ、ピーチ、レモンなどのフルーツとハーブを組み合わせたっていうような、そんなものです。それを1889年にメンフィスで製品販売が開始ということでございます。うん、サザンカンフォートは直訳すると南部の安らぎとか南部の喜びというような意味になっております。アーティストだとジャニス・ジョップリンとかね、はい、そういう方がもう飲みながらライブをやるような、うん、まあ、そんなリキュールなんですけども、初期は50度という形でね、すごくね度数が高かったんですよ、うん、それが徐々に徐々に引き下げられて今の21度のものっていうような、うん、形になってます、はい、で今の21度のものは中性スピリッツなんですよね、うん、が当時はバーボンだったんですよ、うん、でそれを復刻したのがこちら、うん、ででうん、現在復刻したもので、今買えるの？今も買えます。ただ見つけるのがすごく大変だと思います。なかなかないのかなと思いますけど、中性スピリッツではなくバーボンにフルーツやそういうものを、まあ、漬け込んで作っていて、当時の味わいにすごくこう近いものを再現したっていうのがこのサザンカンフォート100プルーフ、はい、というものでございます。はい、味を見ていきましょう。はい、はい、甘いんだろうな。甘いでしょうね。甘いんだろうな。うん、はい、まあサザンカンフォートの動画なんちゅうのはね、うん、飲みませんよ。でも好きだからやります。はい、好きなものはやります。では香りを。香りをだお、甘いけど、うん、ラムネ菓子みたいな、うん、爽快感。オレンジとかですね、うんうん、ミントとか入ってるのかしら。ハーブも入れてるっていうことですから、その感じでしょうね、うん、この爽やかな感じは。そうですね、発火みたいなね、うんうんうん、感覚を持ちますよね。50度だよ、はい、やっぱ50度だよプルーフ知らない人にはね、ちょっと言っとこうかな。アメプル。そうですね、アメリカンプルーフです。これ100って書いてあるんで割るにしていただくと度数になります、うん、はい、はい、50度っていう感じですね。エキス分は21度未満だそうです。なんか駄菓子みたいな。そうですね、駄菓子とか、うん、甘さですよね、うん、砂糖漬けにしてる、よくパイとかの上に乗せるようなオレンジの感じだったり。甘いっす。アメース。香りからアメース。アメース。当時の人これストレートだから飲んでんだから、頭おかしくなっちゃいますよ。で頭おかしくなって27歳で死ぬんだよそっか、そうだね。そう、味見てみましょう。いただきます。アメうおー、うん、あれですね、濃いリボビタンで、はい、おー濃いやつ。はい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 、あ、近いかもしれないですね。あの甘さと体に臭そうな味っていうんですかね、まあ、ハーブ感、ね、ハーブ感でしょうね。だリポで現役ってことだね、じゃあでこれ僕ね、はい、当時の50度とね、うん、味比べしてみたんですけど、はいはい、近い。へえ。若干そのこっちの方がまとまってこう全体的な味わいが来るんですけど、向こうはバラバラっと来るぐらいで、ほとんど味わいはね似てるんですよ。よく再現されてますこれ。うん、あ、確かにこんなんだったかも。そうなんですよ、これ色全然違いますよね。色はね、向こうのが薄いですね。透明、薄い、黄色い。そうですね、ゴールドですよね。ゴールドです。ちょっとね、こっちは濃いですけど、ブラウンですよね。うん、まあこれカラメル色素入ってるんで。あ、色付けしてるんだ。してるんですよね。あっめシャバダバですよこれ。シャバダバ、こんなんのでさ、これはきついて、こんなんので歌ってんだよ。うん、だってもうほんとシュガーシロップですよ、はい、甘さ的にはね。加水してみよう
では、はい、我々のチョイス、あなたのチョイス。はい。あ、なんかスパイシー。あれ、うん、なんかカレーみたいな。あ、カレーだね。カレーだね。なんかこれカレーみたいなの。カレーだ。木だよね。木かね。うん、カレーいるよ。サフラン。あ、サフラン。サフラン。ナツメグとかサフランとかその手の。うんうん、そう。ココイチか。ココイチ。ココイチの香りだね。ココイチ。ココイチだーみたいな。そう。通り過ぎてんじゃん。なんかこう歩いててこう、あれココイチあるって。そう。足を見てください。いただきます。甘さマシマシだよ。これは飲めないな。頭痛くなっちゃうね。僕はトニック割りとかにしてもトニック負けるよねっていうぐらいね。元気は甘いですよね。まあジャックターとかね、スカーレットオハラとか、そういうカクテルに使ったりとかするといいかなとは思いますが。スカーレットオハラ美味しそうだな、うん。今使ってるやつより相当甘く感じる、ね。ああ、そうかもしれないです、うん。はい。具合悪い時に飲んだら多分元気になる。そうだね。あんだけ声出るよね。出る。あーってなるもん。まあまあって出るよね。昔はね、カフス＆ボタンなんていう名前だったそうですよ。ここ。そう、このそこサザンカンフォートって、製品化される時にサザンカンフォートで名前になったらしいんですけど、その前まではカフス&ボタンってね、名前だったりとかしたらしいです。まあぜひ、はい、まあ、僕らのチャンネル登録者の層で言えば、まあ、最近結構若い人たちに寄ってきてるんですけど、あ、確かに、ね、増えてきてはいるんですが、まあでもね、それでもある程度イケオジとイケてるお姉様方が見てらっしゃる、うん、はい、チャンネルでございますから、はい、もうジャニス・ジョップリンなんか知ってる人たちもいるでしょう、はい、そんな方はね、ぜひこちらね、うん、飲んでみてよということでございました、はい、ね、そんな風に歴史を感じながら飲むお酒ってのはうまいわけでございましてね、うん、めちゃくちゃ甘いですが、カクテルなんかにして、そうですね、飲んでいただければと思います。はい、はい、トゲシャ今日はこの辺で、またありがとうございました。YouTube をご覧いただいてありがとうございます。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。